西村智奈美君。立憲民主党代表代行の西村智奈美です。会派を代表し質問いたします。旧統一教会の問題について質問します。第1点は深刻な被害の実態把握と救済についてです。この問題が明らかになった1980年代以降、我が党の有田芳生前参議院議員など一部の方々を除き、私も含め政治の取り組みがこの間不十分であったことを申し訳なく思っています。旧統一教会の悪質な献金強要等による本人やご家族の悲惨な実態が次々と明らかになっています。全国霊感商法対策弁護士連絡会では35年にわたる活動の中で把握されるだけで1200億円を超える献金被害が生じたとされます。現時点で政府は被害総額などをどう把握しているのか、今後どう把握するつもりなのかお答えください。我々は元信者、信者の2世などご家族と家族会、支援に携わってきた弁護士団の皆さんや弁護団の皆さんや社会福祉士、宗教学者や憲法学者をはじめ有識者の皆さんからのヒアリングを重ね、議員立法としていわゆるマインドコントロール下に置かれた人に高額な献金等を求める行為について規制し、そのような財産被害は救済できるとする悪質献金被害救済法案を今国会に提出する予定です。総理は所信で消費者契約に関する法令等について見直しの検討をするとのことですが、それで本当に被害の救済はできるのでしょうか。お答えください。経済的な被害だけでなく、家族崩壊、婚姻や信教の自由の侵害、教育機会の喪失など、重大な個人の権利侵害が発生しています。政府はこうした被害をどう認識していますか。合わせてどう救済していくのか、お尋ねします。第二点は、違法、反社会的な行為を繰り返す団体自体をどうすべきかという課題です。信教の自由は憲法上も犯してはならない権利ですが、旧統一教会等の違法行為と組織的な責任を認める司法判断は、少なくとも11の刑事判決、28の民事判決があり、十分に積み上がっており、その反社会性は明白だと考えますが、総理の認識をお聞かせください。宗教法人法第81条によれば、政府は裁判所に対して解散命令請求を行うことができます。この解散命令は、あくまで税制優遇などを受けられる法人上の宗教法人格を剥奪するもので、団体そのものを解体するものではなく、信教の自由を阻害するものではありません。解散命令請求を行った場合に、実際に命令を出すかどうか、判断するのは裁判所です。総理、旧統一教会に関して、まずは解散命令請求を行うべきだと考えますが、いかがでしょうか。第3点は、旧統一教会と政治のつながりです。8月10日の内閣改造は、旧統一教会問題に大きく焦点が当たる中で行われました。特に関係の深い山際大臣は、改造前には旧統一教会との関係を明らかにせず、留任しました。山際大臣はこれまで2013年に資金管理団体が関係団体に会費1万円を支出したほか、2018年にイベント参加、2019年の東京都内のホテルでの会合、関係団体が2016年にネパールで開催した国際会議、2011年と2018年のナイジェリアでの関連団体会合への参加など、旧統一教会との極めて深い関係が明らかになっています。山際大臣は記者会見で、行った記憶はあるが、会議出席は覚えていないなど、到底理解しがたい回答を繰り返しました。
山際大臣にお尋ねします。旧統一教会の反社会性を認識していますか。認識していたとすれば、繰り返しまた海外でまで団体の会合に出席しているのはなぜですか。お答えください。総理ご自身も後援会長と関連団体との関係が報道で指摘されています。事実関係と総理の認識をお聞かせください。政治家や政党だけでなく政府との関係も指摘されています。ジャーナリスト鈴木エイト氏によれば、2016年6月に安倍元総理が世界平和統一家庭連合の徳野英治日本会長とイ・ヘオク全国祝福家庭総連合総会長夫人を首相官邸に招待したとのことです。また2017年5月にはキム・ギフン北米大陸会長兼世界副会長一行が自民党本部を訪問、菅官房長官から首相官邸に招待を受けたとビデオで全世界に向けて配信したとのことです。この2件に関して事実関係をお答えください。旧統一教会と政治との関係は、旧統一教会が選択的夫婦別姓反対、同性婚反対など政策決定に影響を与えてきた可能性も指摘されています。一般に宗教団体が政策などを政治に働きかけること自体に問題はありませんが、反社会的な団体が長年にわたり政権与党の政策に影響を与えていたとしたら、やはり問題です。こうしたことがなかったのか検証するお考えはありますか。お答えください。また今回の所信表明では、説明責任を果たしながら各班の取り組みを進めてまいりますと総理は述べられました。説明責任をどのように果たしますか。また各班の取り組みとは何でしょうか。具体的にお答えください。特に2015年の旧統一教会の名称変更に際し、教団との関係が深い当時の下村博文文部科学大臣の関与があったとすれば、名称変更を隠れみのに被害の拡大に手を貸したことになる極めて深刻な問題です。文科省は名称変更の申請を受け付けてこなかったのに、大きな方針の変更を政治の判断なく官僚が事務的に判断したとは信じられません。政治家大臣の関与はなかったのか明確にお答えください。政党などの内部調査などのみでは、政治と旧統一教会の関係の実態把握には限界があります。国会が主体的に旧統一教会及び関連団体による被害の実態把握、行政による必要な支援の内容の検討、そして政治との関係など徹底した調査を行うべきだと考えます。これまでにも福島原発事故の際に、いわゆる国会事故調が国会に設置されたことがあります。当時の野党の提案を与党民主党が受け入れ、全会一致で関連法案が成立したものです。この例に倣い、与党自民党が野党の提案を受け、強力な調査権限を持つ調査委員会を設置することが国民の疑念を払拭するために不可欠だと考え、立憲民主党から申し入れを行いましたが、自民党は受け取りすら拒否しました。政治家については共通の基準に基づいて第三者による強制力を持った調査と被害の実態把握、行政による支援の検討を行うべきだと考えますが、総理の所見を伺います。新しい資本主義について質問します。岸田総理が最初に新しい資本主義という言葉を使ったときに、私は新自由主義と決別し格差是正に舵を切るのではと期待しました。昨年10月8日就任直後の所信表明演説には、富めるものと
富まざる者との深刻な分断、中間層を守る、分配なくして次の成長なし、働き方に中立的な社会保障や税制といった言葉が盛り込まれました。12月の所信表明演説、本年1月の施政方針演説でも、格差や貧困が拡大、分厚い中間層の衰退という言葉は残りました。しかし、鳴り物入りだった新しい資本主義が決定的に逆走したのは、6月7日の新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画です。令和版所得倍増計画、これは資産所得倍増へとすり替わり、格差と貧困が切り離され、貧困は課題とすらされなくなりました。そして今国会の所信表明演説には、とうとう格差という言葉も含まれなくなりました。貧困は言うに及びません。分配という言葉も消えています。過去3回、この本会議場で述べられた格差、貧困との言葉が、所信表明演説から消えたのはなぜですか。明確にお答えください。6月7日からの逆走は総理の判断ですか。資産を持っている人の所得倍増よりも、まずは格差の是正を図るべきではありませんか。また、金融所得課税の見直しを進めるべきではありませんか。内閣発足当初の総理の思いが大きく変質している理由をお聞かせください。所信表明で賃金を上げることを引き続き重要な柱と位置づけていることは評価しますが、なぜ日本では長年にわたり大きな賃上げが実現しないのかと大冗談に疑問を発せられたのには呆れました。安倍・菅長期政権の下で格差拡大を放置し、分配政策をなおざりにしてきた自民党政権の政策こそがその原因だからです。賃金引き上げの入り口としての公的分野の賃上げについて、所信表明では公的価格においても制度に応じて民間給与の伸びを踏まえた改善等を図ると述べられました。しかし介護職員や保育士等の賃金は全産業平均よりも月額8万円程度も低く、政府の処遇改善では全く不十分です。民間給与の伸びを踏まえた改善では全産業平均とのギャップはいつまでたっても埋まりません。政府として介護職員や保育士等の賃金を全産業平均の給与に近づけるつもりはないということなのか、総理の見解を伺います。総理は所信で賃上げと労働移動の円滑化、人への投資の一体的改革を進めると述べられました。労働移動の円滑化が唐突に入ったことには不安があります。労働移動自体を否定はしませんが、自民党政権が政策の柱として唱える場合、時に経営側に有利で労働側に不利な雇用の不安定化を意味することがあり得るからです。労働移動の円滑化とは具体的にどのような政策なのか、雇用の不安定化につながるものではないのか、ご説明ください。雇用に関して我々の反対を押し切り導入された高度プロフェッショナル制度について、この制度の導入当時、対象者は高い交渉力を有する高度専門職に限ると答弁をされました。しかし今年初めの厚労省所管の研究機関の調査によると、対象業務に従事して3年未満という方が高度プロフェッショナル制度適用者の 44.9% を占めています。また本人の同意がなければ適用できないとされているにもかかわらず、実際には制度適用者の 13.4% が制度を希望していないと回答しており、政府の言う建前は有名無実と化しています。また厚労省の調査によれば、高プロ制度適用者の
健康管理時間が一般労働者の過労死ラインを上回るケースが続出しています。働き方改革関連法によって創設された高度プロフェッショナル制度は廃止すべきです。総理の答弁を求めます。昨年の私の代表質問で、長時間労働による過労死、自殺などをなくすためにも、監督すべき労働基準監督署の人員、体制の確保について質問し、総理は必要となる労働基準監督官の人員、体制確保をしっかりと進めてまいりますと答弁されました。ところが、昨年度も今年度も、労働基準監督官の定員は、全く同じ3042名です。1名の増員もないということは、現状で十分だというご認識でしょうか。お答えください。子どもの命に関わる問題をお伺いします。保育園、幼稚園の通園バス内の置き去りにより、昨年7月、福岡で5歳児が亡くなった事件に続き、先月5日、静岡県で同様の事件が繰り返され、3歳の女の子が命を落としました。亡くなられたお子さんのご冥福をお祈りし、ご家族にお悔やみを申し上げます。非常に痛ましい事案が2年連続で発生しましたが、保育園を所管する厚労省保育所保育指針、幼稚園を所管する文科省の教育要領施設整備指針などには、何の基準もありません。昨年の事件を受け、内閣府を含む3府省は何らかの検討を行ったのかお答えください。昨年8月、安全管理の徹底を周知するよう都道府県に周知したそうですが、実際に指針を策定した都道府県はいくつですか。対策の都道府県への安易な丸投げによって事故が繰り返されたのではないですか。お答えください。マニュアルの策定だけでは人間のミスを完全に防ぐことはできません。我が党は他の野党と共同で通園バスの置き去り防止装置の設置の義務付けと 全額国庫補助、認定こども園等の人的体制の充実などを内容とする法案の提出を検討しています。ご賛同いただけるかお聞かせください。また、悲惨な置き去り死の背景に保育、幼児教育の現場の待遇の低さ、人員不足などの構造問題もあると考えますが、いかがでしょうか。子どもの安全に関して、もう一問質問します。去る9月18日、北海道でのモータースポーツ体験イベントで、11歳の女の子が運転するゴーカートがコースを外れ、見物していた2歳の男の子が亡くなる痛ましい事件が発生しました。亡くなられたお子さんのご冥福をお祈りし、ご家族にもお悔やみを申し上げます。運転していた子どもさんのことも気がかりです。事故の運営者の責任などについては、警察などの捜査を待ちたいと思いますが、私が驚いたのは、一般車と同様のスピードが出るゴーカートに何の規制もないということです。公道外なので、シートベルトの義務や速度規制の対象外、建築基準法で安全管理基準を定めるジェットコースターなど遊戯施設にも該当せず、観客との分離のあり方なども業者任せとなっています。これまで何らの規制を行ってこなかった責任をどうお考えですか。また、再発防止のため何らかの法規制を検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。そもそも事故が起こり、人命が失われてから規制を考えるのでは遅すぎます。どの分野に同様の法規制の漏れがあるか分かりません。命に関わる危険があるにもかかわらず、省庁間の隙間で法規制のないものがないか、省庁横断の機能が期待される消費者庁などで総ざらいで点検すべきと考えます。いかがでしょうか。包摂社会の実現について伺います。総理の所信表明で、新しい資本主義を支える基盤は、老若男女、障害のある方もない方も、すべての人が生きがいを感じられる多様性のある社会であると述べています。
ここで多様性のすべてを例示することは困難だとは思いますが、例示が極めて限定的で、多様性への認識が全く感じられません。例えば、性的指向や性自認にかかわらず、などの例示がない理由をお聞かせください。仮にまた所信表明の機会があるとすれば、少なくともこうした例示を入れていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。昨年の代表質問でも、選択的夫婦別姓、同性婚の実現など、多様な生き方を可能とする制度の導入を求めましたが、先送りとの回答でした。これらの政策に強く反対してきたのが、旧統一教会です。こうした政策判断の背景に、旧統一教会と自民党の関係が影響していなかったかお聞かせください。旧統一教会との関係を断つというのであれば、これらの政策課題についても、改めて政府・与党内で議論・検討を進めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。知床観光船事故についてお伺いします。改めて亡くなられた皆様のご冥福をお祈りします。船会社の責任は我々から見ても明らかであり、司法の場での厳しい判断を待ちたいと思いますが、行政にも大きな責任があったと考えます。観光船は昨年も2度事故を起こし、北海道運輸局の特別監査や立ち入り検査を受けています。提出された運航記録簿には、昨年7月の15日間、風速、波高、視程がすべて同じ数値になっていて、社長と船長の認め印がありました。ありえないずさんさです。ところが、10月に作成された運輸局の書類には、記録簿関係はきちんと整理されている。以前より安全と法令遵守意識が向上したなどと記載されていました。監査をした運輸局は、いい加減な数字を見なかったのか、または見た上で、先ほど申し上げた判断をしたのか、この監査について何らかの処分が行われたのかお答えください。また、事故の3日前、国土交通省所管の日本小型船舶検査機構の検査もありました。船長は事務所との連絡手段について、衛星携帯電話から普通の携帯電話に変更すると申請。機構は船長に通話可能であることを確認して了承したとされます。実際は航路の大半は通話エリア外でした。この検査が適切だったとは到底思えませんが、何らかの処分が行われたのかお答えください。今後、こうしたずさんな検査が行われないよう、どのような再発防止策を取るのかお答えください。また、海難救助にあたる海上保安庁の体制強化も急務です。我が党は、領域警備海上保安体制強化法案を昨年提出し、海上保安庁の強化を提案してきました。政府も海上保安庁の体制強化を図っていますが、海難救助など基盤業務への予算不足も指摘されています。海難救助空白地帯の解消など、海上保安庁の体制強化への政府の方針をお聞かせください。沖縄県辺野古新基地移設についてお尋ねします。9月11日の沖縄県知事選挙では、玉城デニー知事が大差で再選され、改めて辺野古新基地建設に反対する沖縄県民の民意が示されたと考えます。県民の思いをどう受け止めているかお聞きします。数度にわたって示された沖縄の民意、軟弱地盤による工事の困難化、加えて米国の戦略が部隊の小型化、分散化にシフトする中、米国海兵隊の運用の実績などから考えても、大規模な辺野古の新基地建設によらずとも、抑止力を維持することが十分可能であると考えます。改めて現実的検討、米国との協議の開始を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
基地建設反対への制裁かのごとく、沖縄振興予算が減らされ続け、ついに本年度は3000億円を割り込みました。特に自治体が使い道を決める一括交付金が最大の1759億円から762億円へと大きく削減されてきました。一方、県を通さず直接市町村に交付する予算枠が2019年度に創設され増額された経緯もあります。これは県と市町村など地域の分断につながるとの指摘もあります。基地への賛否と予算による振興策を絡めるアメとムチのような手法は取るべきではないと考えますが、いかがでしょうか。安倍元総理の国葬については泉代表から質問しましたが、岸田総理の手続きを軽視した国葬の決定が世論を分断し、結果として個人やご遺族にとってもあるべき形にならなかったのではと、安倍元総理と政治的な立場をことにする私から見ても大変残念な気持ちです。今回の国葬の決定を改めてどうお考えなのかお聞きします。7月に行われた安倍元総理の家族葬には陸上自衛隊の儀仗隊が参列しました。戦後首相経験者の家族葬に儀仗隊が参列したのは初めてで、前例がありません。こうした前例のない私的な行事への自衛隊の参加を誰がどのように決定したのか改めてご説明ください。拉致問題について質問します。2018年、共同通信は日本政府が拉致被害者に認定している元ラーメン店員の田中稔さんについて、さらに政府が拉致の可能性を排除できないとしている田中さんと同じラーメン店の店員だった金田達光さんについても、北朝鮮が2014年日本側との接触で入国していたと伝えていたことを日本政府関係者が明らかにしたと報じました。また2019年、共同通信はこの生存情報を非公表にすると決めた当時の安倍総理も了承していたと報じました。当時の菅官房長官は、今後の対応に支障をきたす恐れがあることから、具体的内容について答えることは差し控えるとコメントしたと報じられました。ところが、先日17日、この問題の報道を続けてきた共同通信が、2014年から15年頃、この2人の一時帰国の提案を受けていた。提案に応じれば、拉致問題の幕引きを狙う北朝鮮のペースにはまりかねないと警戒し、拒否していた、複数の交渉関係者が明らかにしたと報じました。ここに至っては、さすがに交渉への悪影響を云々ということを理由とした回答拒否は通用しません。北朝鮮が嘘をつく可能性、さまざまな謀略、思惑の可能性は当然あります。とはいえ、ご本人の意思の確認もなく、一時帰国の可能性を政治判断で封じたことが事実ならば、あまりに冷酷な判断であり、人道的にも許されません。まして、お二人に日本に身寄りがないことが判断の背景にあるとすれば、言語道断です。一時帰国が幕引きに手を貸すなどとの判断も理解できません。横田めぐみさんなどすべての被害者の救出が最終目標であることは国民の共通の認識であり、国民が幕引きなど許すはずはありません。交渉の過程をすべて明らかにせよというつもりはありませんが、帰国の可能性がこのまま封じられてよいとは到底思えません。当時の外務大臣でもある総理がこの際、事実を認め、改めてご本人への意思確認を含め、帰国に向けて全力を尽くすべきと考えますが、いかがですか。最後に簡潔に質問いたします。昨日、岸田総理は
ご自身の長男を政務担当の総理秘書官に起用されました。一般論として肉親の登用は周辺の士気の低下につながりかねず、また総理には直言しにくいことなどを聞く役割を期待される秘書官がご子息であってはその役割も果たしにくいのではないかと考えます。公私混同との批判も招きかねず余計なお世話ですが、支持率低下の最中の人事として理解できません。起用の理由をお伺いします。以上で私の質問を終わります。内閣総理大臣岸田文雄君。西村智奈美議員のご質問にお答えいたします。旧統一教会の問題についてお尋ねがありました。旧統一教会問題関係省庁連絡会議が設けた合同電話相談窓口には金銭トラブルについて約900件の相談が寄せられました。その金額についてはあくまで自己申告によるものであること、被害金額を認識していない方や重複して認識され相談されている方もいると考えられることから、その総額について確定はしておりませんが、相談件数の多さなどを考慮し、まずは相談集中強化期間を延長し、合同電話相談窓口を継続いたします。また相談内容は金銭的トラブルが多数を占め、これらは法的に複雑な問題であるため、法律の専門家による支援につなげる相談窓口を法テラスに新設するとともに、家庭崩壊などの被害者のさまざまな相談に対応できるよう、法テラスと消費生活センターを中心に、各相談機関が連携してネットワークを作り、総合的な相談体制を構築いたします。その上で今後同様の被害の発生を防ぐため、消費者庁の有識者検討会議の議論や合同電話相談窓口に寄せられた相談内容も踏まえつつ、霊感商法等に関して不当な勧誘があった場合の取り消し事由の拡大、取り消し権の行使期間の延長など消費者契約に関する法令等の見直しの検討を加速し、早急に結論を得るよう河野担当大臣に指示をしたところであります。旧統一教会に対する政府の認識と解散命令の請求についてお尋ねがありました。いわゆる旧統一教会については悪質商法に関する問題、親族の入信に起因する家族の困窮の問題等、さまざまな問題が指摘されていると承知をしており、このような状況を踏まえて、社会的に問題が指摘されている団体であると認識をしております。このため、政府としては、旧統一教会問題関係省庁連絡会議を設置し、悪徳商法などの不法行為の相談や、被害者の救済を目的として、合同電話相談窓口を設けるなどして、悩みを抱えている方々から幅広く相談を受け付けているところです。また、社会的に問題が指摘されている団体に関して、政府としては関係法令との関係を改めて確認しながら、厳正に対応していくこととしております。その際、信教の自由を保障する観点から、宗教法人の法人格を剥奪するという極めて重い対応である解散命令の請求については、判例も踏まえて慎重に判断する必要があると考えております。旧統一教会との関係や政策決定への影響等についてお尋ねがありました。
まず私個人は知り得る限り旧統一教会との関係はありません。その上でご指摘の後援会長についても旧統一教会と少しでも関係がある団体に関連しているとの認識はなかったと聞いております。またご指摘の安倍元総理および菅元官房長官による官邸への招待については当時の入邸に関する記録は残っておりません。政府の政策決定にあたっては幅広く国民の皆様の意見や要望を聞くとともに関係省庁、有識者、専門家、議員等の議論などさまざまなプロセスを経て政策を決定しておりご指摘は当たらないと考えております。旧統一教会との関係について果たすべき説明責任や信頼回復のための各班の取り組み、平成27年の旧統一教会の名称変更の経緯についてお尋ねがありました。まず私の政権においては各閣僚等がそれぞれが旧統一教会との過去の関係を調査説明し新たな接点が判明した場合にはその都度追加的に報告説明を行い今後は関係を持たないことを徹底すること、これを方針としています。自民党においてもそれぞれの議員がこの方針遵守を徹底しこれを担保するためのチェック体制を構築してまいります。宗教法人法上名称の変更のための規則変更については所轄庁の認可ではなく認証による制度とされています。このため宗教法人から規則変更の認証申請を受理した場合所轄庁は変更しようとする事項が法令に適合しているかなど宗教法人法に定める要件を審査しその要件を備えていると認めたときは認証する旨の決定を行う必要があります。本件規則変更の認証申請についても所轄庁として当該申請の内容が法令に規定した要件を備えていることを確認をし認証の決定を行ったものであり政治家や大臣の政治的な関与はなかったと認識をしております。政治家と旧統一教会との関係についての調査や旧統一教会に関する被害についてお尋ねがありました。当該団体との関係についてはそれぞれの議員が政治家の責任において丁寧に説明を尽くす必要があります。その際当該団体は長年にわたり多様な組織形態や名称の下でさまざまな活動を展開しており個々の議員がすべての接点を一義的、網羅的に把握しきれない場合があることも事実です。だからこそ、新たな接点が判明した場合には、速やかに報告・説明するとともに、未来に向かって当該団体と関係を持たないことを徹底することが大切であると考えております。旧統一教会に関する被害については、関係省庁連絡会議が設けた合同電話相談窓口等に寄せられた相談内容を踏まえ、相談体制の充実強化を図るなど、行政による支援、しっかりと行ってまいります。なお、国会による調査というご質問でありますが、これは国会における取り組みでありますので、国会でご議論いただくべきものであると考えております。新しい資本主義、そして格差の是正についてお尋ねがありました。新しい資本主義は、社会課題を成長のエンジンへと転換し、成長を実現するとともに、持続可能性を実現いたします。その成長の果実を分配し、さらなる成長へつなげることにより、成長と分配の好循環を推進し、分厚い中間層の形成を目指します。このためには、賃上げが不可欠であり、所信表明演説においても、新しい資本主義の旗印の下で、構造的な賃上げを重点分野の一つとして掲げ、正面から果断にこの実現を目指すこととしております。また、将来を担う子育て若者世代に焦点を当て、賃上げに加え、男女が希望どおり働ける社会づくり、
勤労者皆保険制度などにより、その世帯所得の大幅増を目指しております。さらに中間層の将来の生活の備え等のために、長期投資による資産形成を実現し、分厚い中間層の形成に貢献すべく、本年末までに資産所得倍増プラン、これを策定いたします。こうした所得向上の取り組みに加え、物価高対策においても、低所得者層向けの給付金を措置するなど、格差や貧困について積極的な対応を講じており、逆走しているとのご指摘は当たりません。今後も格差や貧困の課題に取り組んでまいります。なお、金融所得に対する課税の在り方については、令和4年度の与党税制改正大綱において、さまざまな観点を踏まえ、総合的に検討していくこととされております。優先順位を定め、成長と分配の好循環を作り上げるために、具体的な政策をどう進めていくのか、引き続き議論してまいります。まずは人への投資や賃上げなどを最優先に、政策に取り組むことが重要であると考えております。介護職員、保育士等の処遇改善、労働移動の円滑化についてお尋ねがありました。介護職員、保育士等の処遇改善に取り組むため、介護や保育の現場で働く方々の給与を本年2月から恒久的に 3% 程度引き上げるための措置を講じました。今後も公的価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ、見える化を行いながら、現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減、これを進めてまいります。また、私が述べた労働移動の円滑化とは、労働者が主体的に成長分野の企業、産業への転職を可能とする取り組みであり、労働者に不利な雇用の不安、不利な労働者に不利な雇用の不安定化を意図するものでは全くありません。労働者が主体的に安心して労働移動できるよう、リスキリング、すなわち成長分野に移動するための学び直しへの支援策の充実などに取り組んでまいります。高度プロフェッショナル制度についてお尋ねがありました。高度プロフェッショナル制度は、働き方改革の一環として、高度の専門的知識を有し、職務の範囲が明確で、一定の収入要件を満たす労働者を対象しており、過半数が年収が上がった、8割以上が希望したと回答するなど、異議があったと承知をしております。他方、制度が適正に運用されることは重要であり、高度プロフェッショナル制度を導入したすべての事業所に対し、労働基準監督署が監督指導を実施し、健康確保措置の実施状況や、労働者の同意、これが適正に行われたか、これを含めて確認をし、不適正な運用となる場合には、これを是正させるなど、引き続き制度の適用な運用を図ってまいります。労働基準監督官の定員についてお尋ねがありました。労働基準監督官については、厳しい定員事情の中にあっても、一定の人員を確保するとともに、効果的かつ効率的な監督指導を通じて、長時間労働等の防止に努めてきたところです。さらに、同一労働、同一賃金の徹底など、企業性の高い行政需要に迅速かつ適切に対応するため、労働基準監督官の役割はますます重要であり、その増員を含め、必要な体制整備、図ってまいります。通園バス内の置き去り事故についてお尋ねがありました。今回の大変痛ましい事故を踏まえ、政府として二度とこうした悲劇を繰り返すことがないよう、送迎バスの安全装置の義務化と支援措置を含む緊急対応策を講じてまいります。なお、昨年の事故後について、各施設において、安全管理を徹底するよう周知が行われ、
指針を策定した都道府県もあると承知をしております。数については今現在把握しておりませんが、引き続きこうした取り組み促してまいりたいと思っています。またご指摘の法案については提出された後、国会で協議いただくものと思われますが、政府としてはできるだけ早く義務化と支援措置など実効的な対策を実施していくことが重要であると考えております。幼児教育、保育人材の確保も重要な課題と考えており、子ども政策担当大臣を中心に関係府省が引き続き連携しつつ取り組んでまいります。北海道でのモータースポーツ体験イベントで発生した事故についてお尋ねがありました。今回の事故でお亡くなりになられたお子様に対し、心より哀悼の意を表しますとともに、ご家族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。人が死傷する事案については、それが過失により発生したものであったとしても、従前より刑法の業務上過失致死傷罪等による処罰の対象とすることにより、その予防を図ってきたところであり、必要な法制度が設けられているものと考えております。いずれにしても、今回の事故については、北海道警察において、厳正に捜査を行っているものと承知しており、まずはその捜査、見守ってまいりたいと考えております。そして、点検についてもご質問がありました。私が以前、消費者行政推進担当大臣であった時期に、当時、公園の遊具と子どもの施設の安全について、全国で点検を実施した経験があります。今回についても何ができるか検討していきたいと考えております。そして、多様性のある社会についてお尋ねがありました。性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないと考えており、政府としては多様性が尊重され、すべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現に向け、引き続きさまざまな国民の声を受け止め、しっかりと取り組んでまいります。演説において多様性の内容をすべてお示しすることが困難であることはご理解いただけるものと思いますが、所信表明演説で述べた多様性の中には性的指向、性自認の多様性も含まれています。また政府の政策決定にあたっては、幅広く国民の意見や要望を聞くとともに、関係省庁、有識者、専門家、議員等の議論など、さまざまなプロセスを経て政策を決定しており、ご指摘は当たらないと考えております。選択的夫婦別氏制度の導入については、現在でも国民の間にさまざまな意見があることから、しっかりと議論をし、より幅広い国民の理解を得る必要があると感じております。また、同性婚制度の導入については、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものであると考えております。知床遊覧船事故についてお尋ねがありました。今般の事故を起こした事業者に対しては、昨年の運輸局の監査で、運航記録簿等を確認したにもかかわらず、事業者の安全意識の欠如等を十分把握できていなかった、また、日本小型船舶検査機構の検査で、事業者からの申し出に基づいて、連絡手段の変更を認めたとの報告を受けています。これらの対応は、手続き上は当時の内規に沿って行われたことから、担当職員等に対する処分などは行われていませんが、当時の内規自体に問題があったとして、当時の内規等については見直しを行っていく必要があると考えております。今回のような痛ましい事故を二度と起こさないよう、国土交通省において、有識者からなる検討委員会での検証、検討を踏まえ、内規等の見直しを行うとともに、監査の強化や
船舶検査の実効性向上対策等をすでに行ったところです。今後、年末に向けてさらに検証、検討を進め、総合的な安全対策に取り組んでまいります。また、海難救助に関する海上保安庁の体制強化について、より迅速な人命救助を可能とするため、機動救難士が配置されていない航空基地への機動救難士の配置等、今後適切に体制強化に取り組んでまいります。普天間飛行場の辺野古移設についてお尋ねがありました。世界で最も危険といわれる普天間飛行場が固定化され、危険なまま置き去りにされることは絶対に避けなければなりません。これは地元の皆様との共通認識であると思います。米国とは閣僚間を含め、さまざまなレベルにおいて、日米同盟の抑止力の維持と、普天間飛行場の危険性の除去を考え合わせたとき、辺野古移設が唯一の解決策であるという方針について、累次にわたり確認をしてきているところです。引き続き、地元の皆様のご理解を得る努力を続けながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還の実現に全力で取り組んでいきます。なお、具体的な予算、沖縄振興予算の額は、必要な予算を積み上げて決定されるものであり、基地問題とは直接関係してはおりません。いずれにせよ、強い沖縄経済をつくるための取り組みを着実に進めてまいります。安倍元総理の国葬儀の決定や家族葬での自衛隊の儀仗についてお尋ねがありました。先週取り行った安倍元総理の国葬儀は、国内外から多数の参列があり、数多くの方々の弔意に応える厳粛かつ心のこもったものとなりました。国葬儀の参列者が約4200人、一般献花者も2万5000人を超え、また海外から217の国、地域、国際機関から734人の参列者がありました。海外からお越しになった多くの参列者の方々から寄せられた弔意に対し、礼節をもって丁寧にお答えすることができたと考えております。その上で、国葬儀に関しては、国民の皆様や各党各派からさまざまなご意見、ご批判をいただいたことは、真摯に受け止めなければならないと考えており、今後、今回の国葬儀について、検証を行うこととしております。また、安倍元総理の家族葬での儀仗は、法令に基づき、ご家族の意向を踏まえ、防衛大臣の定めにより実施されたと承知をしています。なお、例えば、鈴木善幸元総理の逝去に際しても、合同葬に加えて、地元でのお別れ会において、儀仗が実施されたと承知をしております。拉致問題についてお尋ねがありました。政府としては、田中さんや金田さんを含む北朝鮮による拉致被害者や拉致の可能性を排除できない方について、情報収集等の具体的な内容については、今後の対応に支障を来す恐れがあることから、お答えすることは差し控えてきており、この立場は引き続き維持すべきものであると考えております。その上で、最重要課題である拉致問題について、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、あらゆるチャンスを逃すことなく、全力で取り組みます。私自身、条件をつけずに、キム・ジョンウン委員長と直接向き合う決意であります。そして、内閣総理大臣秘書官の人事についてお尋ねがありました。個別の人事について、詳細はお答えを差し控えますが、政権発足から1年という節目を捉え、適材適所の観点から総合的に判断をしたものであります。残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。国務大臣、山際大志郎君。
旧統一教会の反社会性の認識についてお尋ねがありました。当該団体は悪質商法や悪質な寄付といった社会的な問題が指摘されていることや、被害を受けている方が多数いらっしゃるという認識が不足していました。また、そうした団体のイベントに出席することで、いわば団体にお墨付きを与えてしまうようになったことを真摯に反省しています。今後は当該団体とは一切関係を持たないよう慎重に行動してまいります。議長。佐々木はじめ君。国務大臣の演説に対する残余質疑は延期し、明後日午後2時から本会議を開き、これを継続することとし、本日はこれにて散会されることを望みます。佐々木はじめ君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議のとおり決まりました。本日はこれにて散会いたします。